電子部品組み合わせ、これでいいんだよ。うん、オッケー。もうないよね。あとこれね、ブレーカーボックス。あ、なんだ、やんのか。よし、戻ってきた。リー研究員、カートライト部長がお呼びです。イーストエリアへお越しください。また私はウェイン・リーになった。ガンパウいらないね。草タイプはまあもうちょっと先だけど、草タイプって硫酸弾も効くのかな。試してみたいな。せっかくガンパウダーたくさんあるから、なんかハンドガンの弾作るのなんかもったいないよね。まあハンドガンの弾でもいいんだけどさ。硫酸弾8発ね。ニードルカートリッジ、これ何発装填できるんだろう。あー、やっぱ7発。なんか大量にとか言ってなかった？まあいっか。一回ちょっとこの子置いていこうね。置いてって、破片手榴弾もいっぱい持ってる。破片手榴弾も使っていこう。どうせならなんか余らすよりもバシバシ使っていきたい感じあるよね。まあうだうだ考えてもしょうがない。これとこれ合わせて、組み合わせて持っていこうね。これが普通のハンドガンね。オッケー。普通のハンドガンで、もうクイックドローアーミーも持ってこう。もう、たくさん。武器たくさん！クイックドローアーミー、ハンドガン、高電圧のやつ、これ。よし。お。お？あ、これはレオン編と一緒だ。それじゃ、抗ウイルス剤はウエストエリアか。の前にこれ、あ、ここもここでこれのこれなんだ。あ、じゃあウェイン・リーのとこ行くか。ちょっとウェイン・リーとの決着をつけに行こう、先に。ウェイン・リー、今解放してやるからな。OSS ね。これか。あ、やっとできた。ウェインリー、こいつで楽にしてやろう。こいつで一発だ。ほら、スパーキン。え、まだ立つの？やるやん。あ、さっきのやつは一発だったのに。オッケー。まあ、立ち上がってからやった方が効いてたのかな。サイドパック戦と、ウェイン・リーの出機ね。僕は天才ですよ。ここでもう、ここに用はございません。こいつ起きないもんね。幻だもんね。うん、幻だ。で、ウエストエリアに行きたいんだけど、権限がないので、こっち。
誰もいないな。オッケー、いないね。お、なんかあの時計がおかしくなってる。レオン編の時もそうだったのかな。怖っ。ここは開かないんだもんね。ハーブ。ハーブの他には？ガンパウ。白の強化火薬が欲しいんですけど。もうない？もうない。そうか。もうないか。預けて。あ、そうそう、あれが欲しいんすよ。これね、ガラスバーンってなってる人のこれ。ひどい。何があったの？最悪な事態が起きたんですよ。ここは特に何もなかったか。アクセスには上級職員権限が必要です。オッケー、オッケー。で。これね。で、こっから草タイプが出てくんだよな。じゃあ、ここの草タイプを倒して今日は終わろう。おりゃ。どうしようかな。早速これ一発撃ってみる。これ弾一発で死んでくれんのかな？あ、ダメ臭い。あ、まだ生きてるわ。もう一匹いたよね。もう一匹いる？あ、どこ？あ、いたいた。お前こっち来い。あ、ダメだ。いや、一緒に燃やしたかったなぁ。ちょっと難しかった、私には。お前。私には難しかったわ。あー、ちょっともったいないなぁ。まあ、しょうがない。まあ、2発当てれば倒せる。仕方なかったんだ仕方なかったんだ。ふむ。この先いっぱいいるんだけど、まあでもあそこはうまいこと重なり合わせて3体ぐらい出てくるじゃん、あそこ。それでね、1匹2発使ってたらもうすぐなくなっちゃうよね。ねえ、あと7発、困るな。困りますな。これ今これを持って硫酸弾も持っていこう。で、これはこう硫酸弾も効くかどうかっていうところよね。まあ、ここら辺は捕まった時用に、もう、歩く武器庫みたいになっちゃったわ。そんじゃ、続きをやっていきましょう。いやいや、私でーす。クリア編。まあ、ここはこんなんでいっか。なんだっけ？こっちは来て、そうだ、前回はウェインリーと決着をつけたんだ。
で、こっちで、あ、そうだ、草タイプ、ここの草タイプを倒したんだった。倒してるよね。うん、倒してるっぽいな。ここはもう取るものないな。うんうん。お、先行手榴弾。手榴弾系溜まってきたな。あ、ここなんだっけ。いや、レオン編と違うかもな。これは取っといて。カートリッジを取って、なんか液体入れて凍らせて、リストタグを取って、そういうことだよね。オッケーオッケー。今の武器が、これは今、焼夷弾か。これがハンドガン。これがクイックドローアーミー。あこの子、草タイプにも効くのかな。いるんだよね。でも、レオン編の時は、撃っても落ちてこなかったんだよね。割と進んだら、来たから、ちょっとぐるっと。えい。ちょっとこいつ使ってみるか。あ、まだ距離はあるから大丈夫。あ、一発？えい。あ、ダメだ。ダメだ。当たん。当たん。当たんぞ。ああ、暴れないで。ああ、当たんないで。当たんないで。あー、これで。こうか。これで。ほら。これで二人同時燃やしたね。ここ三匹出てこなかったっけ。お、燃えろ燃えろ。いや、まだ生きてる。あ、そっか、一発しかないのか。うわぁ。肝身だ。燃えろ。あ、これで倒したね。やっぱ、最終的には燃やさないといけないらしい。ふむ。最終的には燃やさないで。ちょっとハンドガンの弾、外しすぎちゃった。14発入ってたよね。まだ出てくる？どこだ？音楽が鳴ってるってことはいるんだろう。硫酸弾も効くのかしら。え、どこにいるの？本気なの？とか言ってる。怖っ。え、どこにいるの？どこ？うわ、びっくりした。ああ、そこか。硫酸弾は効くのか。おーおーおお、効いてる。ああ、これ変えて、で、燃やす。硫酸弾、わかりにくいな。
あー、これ倒した。おー、硫酸弾も一応効くね。まだ出てくる？音楽は変わらず鳴ってるんだけど。ああ、まあいっか。これがオッケー。レオ編の時はここ見てたらもう後ろ囲まれてたんだよな。懐かしい。なんでここの音楽消えないんだ。不気味だな。ハンドガン、ハンドガンダメだったな。ちょっとハンドガンダメでした。置いてこよ。あっても邪魔だから。いやー、あかんわ。ハンドガンめちゃめちゃ外しちゃった。切ない。組み合わせ。これはいらない。いっぱい持ってんな、手榴弾系も。使っていこうかね。ちょっとここら辺持ってて。うん、使ってこう、使ってこう。ほら、レオン編でさ、リッカーが2体出てきたところ。あそこ、ゾンビ転がってるからさ。ペチペチ撃ってくんじゃなくて、手榴弾でドカンよ。これでさっきやったやつが1、2、3、4、5。まあこれが5なんだな。5、8、3、1。 Enter。 開いた。たらここ降りて、いや、サクサクですな。アイテム多かったかな。なんか今更だけど、まあいいや。ここら辺なんもない。あー、ここら辺ガンパウダーとかあった気がする。チーズ、ほらね、ガンパウダー台もうない。ここが、そうそう、この先よ。ね。